皆様こんにちは。今回は昨日じゃない、前回ディズニーに行ってきて、その時に買った購入品を紹介したいと思います。でカラコンがミッシュブルーミンのバージンハニーで、リップがマキアージュドラマティックルージュ RD425 を使っております。はい、では早速紹介していきたいと思います。まず第1個目、こちらミッキーのボールペンなんですけど、すごい可愛いですよねこれすごい安くなって1000円が500円になってて、ボールペン何かと使うし、可愛ければテンションも上がっていいと思って買いました。ちなみにお母さん妹もお揃いで買いました。はい、とあと私ダッフィーグッズ、ダッフィー大好きで、もうインスタグラムで言いまくってるんですけど、本当に好きで、何が好きって、私柴犬飼ってるんですけど、ちょっと似てるなって思いません？なんかちょっとここが白い感じとか、なんかもうこの茶色いモフモフがすっごい柴犬大好き、私柴犬本当に大好きで、もう溺愛してるんですけど、家のワンちゃんそれで買いました。こんな感じで、はい、もう新作結構新しく出たんですけど、みんなこれ結構つけてます。あとリボンがついてるちょっとピンクっぽいシェリーメイちゃんもあるんですけど、もう私はガゼンダッフィーちゃんです。はい、買いましたはい、でこれと、あともともと持ってるものがこのもう定番のコインケースと、あとでっかいダッフィーの顔のバッグと、あとダッフィーはもちろん持ってて、シェリーメイも持ってて、ちっちゃいサイズのなんですけど、あとそれの子たちを入れる用のバッグを、この間はバッグとして持っていきました。写真もディズニーの写真載せていきたいと思うんですけど、はい、好きなんですよ、ダッフィーちゃんが可愛くて。あとはまだね、開けてなくて、ボールペン可愛い、モコモコがついてるボールペン、これ900円でした。ディズニーマジックってちょっと900円とかで安って思っちゃいませんか？もう普通の他の値段がすごい高いので、可愛いポンポン、可愛くて、私ボールペン大好きなんですよ。家に何十本もあるぐらい。はい。と、あとは、マグカップを買いました。可愛くないですか？すごい。1300円でした。はい。可愛い。これとシェリーメイちゃんもありました。ちょっとこれからね、寒くなって、ココアとか、お茶、紅茶、飲む機会増えると思うので。買いました。かわいい。かわいいよ。かわいい。はい。で、最後。最後なんですけど、もう一番やばかった。これでーす。これはスマートフォンケースです。やばいですよね。尻尾ついてるんですよ、後ろに。これでも、ペタって。やるタイプで、全機種対応のタイプで、私 iPhone6 で、iPhone4 のが良かったんですけど、ペタッじゃなくて、ちゃんとカパッてはめるよ。でも、これ、しかなくて。でも、可愛すぎて、もうやばくないですか？この感じ。で、カメラ写真撮れないじゃんって思ったんですけど、こう、なんかこれペタッて貼るじゃん。で、上にスライドさせられるんですよ。そうすると、これが今、違うケースに入れてるんですけど、こうついてたのが、こうシュッて上がって写真が撮れるっていうやつで、すごい画期的、ちゃんとしてるなと思って買いました。やばい冬はもうこちらに乗り換えて、っていうかもうすぐこちらに乗り換えて使いたいと思うんですけど、ちょっともったいなくて使えない。これの値段が3900円、
でもラッフィーならしょうがないかなと思って買いました、すぐ。多分これも、確かこれもシェリーメイあった気がします。シェリーメイちゃんも可愛いんですけども、断然私は家の愛犬に似てるダッフィーがずっと好きです。もうダッフィーが出たての時からもうずっと好きで、ちょくちょく行くためにダッフィーグッズを買っております。はい、こんな感じで初ディズニー紹介、ディズニー購入品紹介、ダッフィー紹介でした。はい、こんな感じでちょっとゆるゆるの動画だったんですけど、多分ディズニーハロウィン、今ハロウィンの時期ですっごい可愛くって行かれる方も多いと思うので、ダッフィー好きな方参考になれば嬉しいです。新しいの見てました。はい、こんな感じで最後まで見ていただいてありがとうございます。バイバイ。